さあ皆さん、今日はですね、センター英語情報の読み取り問題ということでやってみたいと思います。でもちろんそれの実演に行く前にですね、皆さん共有させていただきたいことがございます。皆さん、正解のヒント、根拠の決め手となっている内容は文章の後半に存在してるんですよ、という考え方が実はあるんですね。で、名前は皆さん文末焦点、エンドフォーカスというふうに呼んでるんですが、以前からこのお話はさせていただいてるんですが、この動画を初めて見るという方も実際いらっしゃるかと思いますので、皆さんちょっと説明させてくださいね。で、大事なのは、皆さん B 動詞の右側、例えばこの辺りですかね、This is a pen。この辺りが設問の正解の根拠となってるんですね。もしくは一般動詞の右側、こういうところ。そして助動詞の右側、この辺りですかね。そして前置詞の右側、例えばこういうところです。さらには否定語から右側、こういったところが皆さん正解の根拠となっているので、これを皆さん意識して解いていただきますと、皆さんの正答率が上がるんじゃないかなというところでございますので、この後実演に行きます。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、情報の読み取り問題ですね。早速文章いってみます。The International Association of Young Producers, IAYP ですね。is proud, 誇りを持っております。to open its annual video clip competition again this year ということで、今年またですね、そういう競争、大会ですかね、コンテスト、それを開くことに対して、誇りを持っておりますと。で、this is a great way、これは素晴らしい方法です。で、それは to share your creations ということで、作品ですかね、作り出したものを共有する上では、いいよねってことですね。で、with a wide audience で、幅広い聴衆、観客ですかね。お客様と想像したもの、作り出したものを共有することは、ためにはいいことですよね。で、anyone aged 25 and under ということで、25歳、もしくはそれ以下の人なら誰でも、can participate 参加することができます。で、the IAYP invites submission ということで、投稿ですかね、提出を求めております。で、in the following four categories ということで、次の4つのカテゴリー、範疇、種類ですかね。で、この後、文章続くんですが、ひとまず皆さん、どの1番ちょっと解けるのでやってみますね。で、the purpose of the IAYP video clip competition is to provide 点点点ということで、提供することが目的だということです。で、選択肢1番ですね。A place to meet new friends ということで、新しい友達と出会う、書いておりませんと。で、選択肢2番、エアプレインチケット。なんでやねんということですね。で、選択肢3番、インストラクション、指示に関するお話も皆さんございませんでした。となってくると、選択肢4番ですね。Opportunities for young people to exhibit their works ということで、作品を展示する。これですよね。で、皆さん、作品を展示する話が、じゃあ、どのあたりにありましたかっていうと、皆さん、このあたりでいいかと思います。こうですかね。ですから、自分たちの作品です。それを幅広い人たちと共有する。ということは言い方を変えると、作品を展示することによって、共有することができますよね、ということですね。ですから、このつながりで、選択肢4番ですね。これが正解ということでいいかと思います。で、皆さん根拠となったところはどのあたりですかっていうと、もちろんこのあたりですね。もちろんここに B 動詞ございますので、皆さん B 動詞の右側ですよね。B 動詞の右側。もちろん文末と考えていただいてもいいかと思います。そして、やはり確定したところ、まずこのあたりも見ていただいてすぐわかると思いますが、まずちゃんと4、前置詞ですね。前置詞ございます。だから前置詞の右側、根拠。で、もちろん、答えとなった選択肢の中でも、やっぱり、文末ですよね。情報構造バッチリというところでいいかと思います。では、この後問いの2番に行きますね。さあ、続いて問いの2番でございます。皆さん、説問指示をですね、ちょっと確認いたしますね。Members of a high school baseball team will submit a 4-minute video clip ということで、4分間のですね、ビデオクリップを提出いたします。で、about their bonds, 絆、with player, プレイヤーとの、で、from a sister school abroad ですから、海外の姉妹校ですね。で、アンダーフィッチカテゴリー、should the video clip be entered ということで、このビデオクリップですね、どのカテゴリーにエンター、
入ればいいんですかっていう話でございます。で、メスカテゴリー ABCD ですが、もちろんここに書いております。で、それに対する、テーマですね。で、マキシマムレグス、長さの最大規模というところでございます。で、まず、選択肢一つ削れるものがございましてですね、多分このあたりですかね。サミット4ミニットビデオクリップということでございますので、4分間、ということは、さすがに、マキシマムレングス3分のカテゴリー A はちょっとダメだというところでいいかと思います。ですから、4分ということですから、このどちらかの5分なのかなと思って、もう一回確認すると、ビデオクリップ、About Their Bonds with Player ということで、多分このあたりでいけそうですね。まあ、プレイヤーとの、まあ、絆という話でございます。で、絆ということで、皆さんカテゴリー B、C 見ていただきますと、C は、トゥルーストーリーと書いてますね。ですが、皆さん選択肢の B 見ていただきますと、アンアイデア、コネクティッドトゥフレンドシップ。って感じでいけそうですね。ですから、友情、プレイヤーとの絆というところでちゃんと言い換えが可能でございます。ですから選択肢、カテゴリー B ですかね。2番が正解ということでいいかと思います。ですから、やはり根拠としたところをよく見ていただけると、皆さんこれですね。例えばこのあたりだったら、助動詞 will の右側ですね。そして、この波さんだったら、about 前置詞の右側。そして、該当箇所これですね。フレンドシップですが、もちろん to という前置詞の右側ですよね。ですからそのあたりが、しっかり情報構造バッチリということで、次のトンネル3番に行きますね。その次ですが、アミサこの A ですかね、カテゴリー ABCD の後にこう文章がこう続いておりましてですね、後で読むんですけども、さっき皆さん、トネス3番の説明の指示だけよろしくお願いいたします。Features following meets the submission requirements for this competition ということで、提出の要件にですね、合ってるものはどれですかということです。で、後で皆さん、このプリントをちょっとずらしてですね、選択肢確認するんですが、例えば選択肢1番であればです、実はですね、9 minute ministry、ミステリーですかね、9分のミステリードラマがどうたらこうたらという選択肢が一番でしてですね。で、皆さん見ての通り9分の番組ないですからね。1番×。そして選択肢2番が6ミニットビデオクリップ。6分間のビデオクリップはラグビーのゲームだという選択肢があるんですけども、6分間ということは最大このやつがね、5分ですかね。このあたり別にラグビーとは全く関係がないので2番もダメ。で、選択肢3番が3分間のビデオは、サードプライズ、三等賞を取りましたよ、三等賞を取りましたよという選択肢があるんですけども、その3分のビデオのところ、別に三等賞がどうたらこうたらという話は全くないので、選択肢3番も×となってくると選択肢4番が正解になる可能性が高いんですが、ちょっとそれを次でいきますね。そうですね。先ほどの選択肢1、2、3番です。このあたりなんですが、ダメそうだ。で、選択肢4番が相当正解になっていくのかなって見てみると、3分間のそのビデオクリップですね。で、それは、その2017年のその10月の30日ですかね。にこのウェブサイトにアップロードされた3分間のビデオクリップということです。で、これがどこに書いてますかっていうと、実はその、この一番先頭なんですね。The deadline is、11時59分で10月31日2017年、日本標準時というところですね。ですから2017年の3月、10月の31日までが締め切りですよというお話でございます。ですので根拠はこのあたりと考えていただけるといいかと思います。こうですね。で、これがこんな感じですかね。2017年10月30日にアップロードされれば全然問題ないですよということでございますので、選択肢4番が正解ということでいいかと思います。で、やはり根拠とした場所をよく見かけて、見ていただきますとですね、これであれば皆さん B 動詞の右側ですよね。そして正解となった選択肢4番も前置詞 to の右側ですよね。それがしっかりいい根拠になっております。ですから、やはり情報構造バッチリですよね。ですから、設問、問題が変わったとしても情報構造いけますので、皆さんも実際に長文やる
やった時ですよね、答えを見る前にちゃんと根拠を考える。で、その根拠のところが、ちゃんとこういう感じですかね。前置詞の右側とか、B 動詞の右側になってるかどうかを確認してから、答え合わせという感じの方が、力つくと思いますからね。これで皆さん頑張ってください。